皆さんこんにちは、ザ・ボーイズ・オブ・ラブです。とっておきの音楽祭楽しんでますか？はい、とっておきの音楽祭、障害を持ってる人も持ってない人も一緒に音楽を楽しもう、音楽の力で心のバリアを打ち破ろうという、フェスティバル、今年で16回目を数えます。僕はね、第1回目から実行委員をやってるんですけども、ボーイズ・オブ・ラブでは何回目だろう、4回目かな、5回目かな、4回目か、4回目か、4か5か、あいまい、はい、そんな感じで出演をしております。はい、僕たちはですね、仙台最強ボーカルグループというふうに自ら名乗っております。最強は最も響く、最も響くと書いて、最強のボーカルグループということで、やらせていただいております。はい、ということで、できるだけ僕たちは前向きなメッセージソングを、ね、歌っていきたいなというふうに日々、考えて、歌っております。僕たちの歌声でね、みんなが明るく笑顔で、毎日過ごせればいいかなというふうに本当に、心から思っておりますので、ぜひ応援してください。よろしくお願いします。はい、次にお送りする曲ですけども、これ僕が作った曲なんですが、石巻の方で、ツールド東北というですね、自転車レースを、そうカンペ、めっちゃオンマイクでカンペとか言っちゃうんだけど、ツールド東北という自転車レースをやってるんですけども、その、公式イメージソングを書き下ろさせていただきました。はい、震災の後にそのツールド東北というのが開催されるようになったんですけども、僕なりの、メッセージを、この曲に込めたつもりです。実はこういう形でライブでやるのは初めて、コンポ初公開の、曲になりますので、ぜひ、聴いてみてください。明日へのペダル聴いてください。I'm not afraid to die.
メンバー紹介したいと思います。塩釜の歌姫アサリー。こんにちは。はい。よろしくお願いします。どうも。こんにちは。ゆうき。こんにちは。そして、サンキューから復活しました。ハリウマカコ。こんにちは。いいな。よろしくお願いします。高橋ひろみ。いらっしゃいませ。アンベ。山田桃子。山田です。よろしくお願いします。長井健。長井です。よろしくお願いします。広田健。皆さん楽しんでますか？スカイノーダギプ。そしてバックも紹介しましょう。向こう側からチャーリーさん。伊藤渡る。黒瀬美智友。大島邦夫。オール。このメンバーで、お送りしております。早いもので次で最後の曲でございます。ここえーっていうところです。次で最後の曲です。